はい、工房説の永田です。くさびと書いて説と呼びます。はい、サンフランシスコペンションからね、日本の方に帰ってきました。日本に帰ってきてからが大変ですね。はい、台風大雨と皆さん大丈夫でしょうか。はい、サンフランシスコペンション中でのね動画を少し昨日流させていただきましたが、はい、今日ははい、戦利品買ってきたものをね少し紹介したいと思います。マネースはね1本だけしかちょっと買えなかったんですけど、はい、こちらです。はい、すごいちっちゃいマネースなんですけども、そうネジがあってね真ん中から取れて、はい、こういう感じ。そう、多いですね。エリコさんのねシュクルみたいな、そういう感じ。まあアクリルとか、まあこういう金属もそうですし、木軸なんかでもこういうタイプありますよね。まあすごく短いのもできるっていう利点があってね。はい、こちらショーンさんっていう方のねやつです。ちょっと動画の中には映ってなかったんですけども、はい、こちらにショーンさんって書いてありますね。はい、東京ペンションにも来られてますので、はい、知ってる方いらっしゃると思いますし、ちょっと情報定かではないんですけど、キングラブノートさんに置いてあるようなお話もちょっと聞きました。はい、何がすごいってペン先なんですよ。チタンなんですよね。チタンのペン先なんですが、普通のマネースはちょっと違うでしょう。これの作り方がねすんごいんですよ。僕はパッと見ただけではね、この変わった色のペン先いろいろあるんだなと思って、なんだろうっていうふうには思ったんですけど、詳しく全然聞いてなくって、そしたらまあ今回H バークさんとねゆっくりお話しすることがあって、 H バークさんと話してね、このショーンさんがすごいんだよっていうお話を聞いて、ちょっと見に行ってねお話を聞くとすごかったっす。そうチタンのねこの丸棒からこうやって全部削り出してるんですよ、これチタンで。アホでしょ、もう。天才っすや。恐ろしいです。はい、まあ、そういうねもう変わったもの、もうマンネースもいろいろ方向性がたくさんあって、いろいろもう出てくるんだなっていうのがあってね、すごいなと思って、機械ちょっと使ってみようかなと思いで買ってきました。はい、まあさすがにね安くはないんですが、でもそれだけの発想と技術と独創性っていうのが合わさったものがこれだと思うので、はい、またね東京ペンションにもね来られるということでしたので、またぜひぜひ見てください。そう、そしてねやっぱりオレンジですよね。僕が買うのはオレンジなんですけど、今回オレンジのマネースがいっぱいあるって言ってたじゃないですか。なんでそんなにあるんだろうっていうのがね去年も知らなかったんですよ。でも今回ねその僕のブースで立ってもらったメイソン、サンフランシスコに住んでる子なんですけども、まあ彼から教えてもらったのが、サンフランシスコのカラーっていうのがねオレンジと黒なんですよ。へーって思うと思い当たることありません？そう、野球やってる人なら知ってますよね。そう、サンフランシスコといえば大リーガー、まあ大リーグのサンフランシスコジャイアンツ。ジャイアンツといえばオレンジと黒。そうなんですよ。それはねまあシティのその色があって、サンフランシスコジャイアンツがあるっていうことなんですけども、そうなんですよ。なのでサンフランシスコ自体がそのオレンジのねものがすごいたくさんあるということで、僕にとっては素晴らしい街なんだなっていうのを知りました。はい、また来年もちょっとゆっくり散策したいなと思っております。そう、でもゴールデンゲートブリッジはねオレンジじゃなくて赤だなって思うんですけど、一応オレンジイメージだそうですよ。本当かな、わかんないですけど。はい、で他にね買ってきたものもうすでにインスタとね X の方ではいやりましたが、こちらですね、
リクショーさんのやつですね。はい、ペンケース、まあ去年もね、はい、こちらの2023のやつを買わせていただいて、今年は何かなと思ったんですけど、今年のやつはね、あったんですけど、僕のメイソンと一緒に X の方でツーショットあって、あそこのあれですよね、 T シャツ、僕が着てた T シャツがそうなんですけど、ちょっと見にくいな、ニクショーさんのやつで、はい、見ていただくと、はい、今年のやつがあると思うんですけど、まあその中でね、いろいろめちゃめちゃいろんなデザインがあって、で実はこのオレンジのこの竜のやつはね、持ってきてなかったんですよ。だけど僕がオレンジ好きで、まあいろいろ買ってて、でそしたら2日目ですね、オレンジのやつなんかあったと思うなっていうことで、あったら最終日持ってきてあげるよって言って持ってきてくれたのがこれでした。他にもねバージョンがあるみたいなんですけども、 色のバージョンね、オレンジだけじゃなくて、でまあ日本用、6本用とかこういうケースですね、ポーチ的なものを買わせてもらって、あとはそうショルダー、ちっちゃいショルダーバッグみたいなやつも買わせてもらいました。はい、もうめっちゃドハマりですね。僕辰年なので、はい、オレンジと竜っていうのは、もうすでに僕の中のテーマの一つなので、もうすごいドハマりですよね。もう持ってきてもらったやつ全部1個ずつしかなかったんですけど、全部買わさせてもらいました。はい、また来年はね何が買えるのかな、楽しみでございます。はい、でね、はい、他にもちょっとね、頼まれ物があって、ペンケースとかねいろいろ買ってきたんです。で去年のやつの1本用とかもね、はい、あって、1個あれは頼まれ物でした。今年の一つのデザインがね、こっちのやつも1個買ってきました。はい、一本用と、これはパンプキンなんですけど、あとまあ紫系、そうちょっとね、そうパープラーの人用にね、買ってきております。はい、この辺はね、まあ僕が使ってもいいんですけど、一回ちょっとねペン処理、僕のまあ常連さんとかね、欲しい方いらっしゃったら、はい、まあ高額転売ではない転売っていうのか、もしよかったら皆さんに使ってもらおうかなと思って、さすがに高額転売はいたしませんけども、はい、そのまんま買ってきたお値段で、はい、譲りたいなと思っております。はい、こっちが10ドル、20ドル、こっちが30ドルだったかな、はい、10ドルずつ上がってきますよ。はい、そしてもう一個ね、こっちもこれもねペンケースなんですよ。そう、こういう感じでペンが3本とこっちにあって、結構この生地ね分厚くてね保護になるんですよね。はい、これは45ドルでしたね。はい、そうこれね、さっきのやつ、これのセットだったんですけど、最初自分のためかなと思ったんですけど、竜が手に入っちゃったので、はい、こっちは、もし使いたいな、欲しいなっていう人がいれば、はい、お譲りします。ね、パンプキンでしょ。面白い。すげえ万年筆になってるんですよ、目が。かっこいいなと思って。そう、鼻もそうなんですよ。抜いてあるんですよね。はい、ということで、はい、これはね、こっちのセットっていうのが同じデザインで色違いということですね。そうです。まあ、いいね。そう。で、T シャツはね、今回はね、ネット販売で買えなかったんですけど、一つね、サービスでね、もらっちゃった。あれもらっちゃったんですよ。で、来年も来いよっていうことだったので、もうもちろん来年も行きますよっていうことでね。で、来年はちゃんと買おうかなと思っております。はい。
というわけで、うん、そう、ヒクショーさんね、すごい、うん、去年からもうめちゃめちゃ気になってて、まあ今年も何か買おうとは思ってたんですけど、まさかまさかのオレンジがね、こんなにもあると思わなくて、うん、嬉しかったです。はい、まあそうね、サンフランシスコフェンショー楽しかったですよ、うん、もう本当にいろんな刺激受けれますね、やっぱ。そう、まあ日本人の出展者の方もどんどん増えてきて、海外への勝負ですよね。うん、やっぱ文房具好きってやっぱり日本だけじゃなくて、やっぱ世界中にいるんだなっていうのが分かりますし、うん、そうね、まあ国それぞれやっぱいろんな特徴があったり、うん、そのペンショーペンショーでもね、お客さんの色っていうのがねやっぱりあるんですけども、うん、やっぱいろんなとこに行っていろんな話を聞いたりするのはすごい楽しいですね。で、自分の作品を見ていただく、苦労しますよ。うん。まあ、いきなりね、バンバン売れるっていうことはなかなか難しいのかなとは思うんですけど、うん。まあ、もちろん売れる方もいらっしゃるし、僕みたいに売れない方もいっぱいいらっしゃるんですけども、うん。でも、そう、売るためだけに行ってるわけじゃないんですよね。うん。まあ僕の場合は材料を探しに行ったりとかですね、まあプラス、まあ向こうでの反応、そうで向こうでの刺激を受けて、また自分の作品に何かしらねスパイスを加えれればなと思っていっております。いやいや、もうめちゃめちゃ楽しいです。はい、まあとは言っても、そう、ウェスティンのねホテルの中でやるんですけども、全部部屋を使っちゃってたので、まあ出店者これ以上増やせれるのかなって疑問なぐらい、もう来年どういう規模でやるんだろうって思いながら見ておりますが、うん、そう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 、あとはそう、宇宙遊泳来られてる方知ってますよね。そう、今回は米調理さんもいらっしゃってたんですよね、あのワークショップ、うん、やられてました。すっげー人気でしたね。もう恐ろしいっすわ。もう世界のペチョリさんになってましたね。うん、素晴らしいです。はい、ね、また東京米朝でもペチョリさん来られますし、宇宙遊泳でもね、はい、彼のワークショップ受けれますし、僕も彼のワークショップめちゃめちゃ受けないんですけども、はい、まあ、そんな感じで、そうそう、うん、いやもう楽しかったです。はい、ということで、じゃあまあ帰ってきて現実が待っております。高松、そして名古屋、そして東京ペンション、そして宇宙遊泳、クリスマスパーティーね、で出るかどうかちょっと分かりません。クリスマスパーティーは抽選なので、はい、なんともなりませんけども、はい、そんだけ出た。あとは1月2日から長澤さんが決まっておりますので、はい、神戸長澤さん本店の方でイベントをさせていただきます。まあ、そんな感じで、また予定の方はね、ちょっとあれなんで、ホームページの方ね、頑張って更新していきたいと思います。ではでは、またよろしくお願いいたします。